丸十水仙丸、大谷友右衛門は、歌舞伎役者の名跡。屋号は、明石屋。上門は丸十、嘉右衛門は水仙丸。天保2年、二代目、友右衛門の門人二人が、ほぼ時を同じくして、大阪と江戸で、それぞれ大谷友右衛門を襲名している。この結果、天保10年暮れに、上方の友右衛門が死去するまでの8年間にわたって、上方と江戸で、大谷友右衛門が並立することになった。今日では、襲名が少し早かった上方の友右衛門を3代目、江戸の友右衛門を4代目として数えている。大谷友右衛門は、いわゆる江戸の大名跡の一つで、通常はそれ自体が止め名となるが、7代目は友右衛門、襲名後に、関西歌舞伎の大名跡、中村寂右衛門家に、位牌養子に入って4代目寂右衛門を継いでいる。これは、徴兵で入隊し、第二次世界大戦従軍中に戦死した3代目、寂右衛門の長男、中村桂昌が7代目、友右衛門の無二の親友だった関係による。友右衛門も、桂昌に2年遅れて徴兵され、過酷な南方の戦地を6年間も転戦したが、こちらは幸運にも生きて、再び祖国の地を踏むことができた。終戦後復員してきた懐かしい友右衛門の姿を見た、桂昌の母はそこに何か運命的なものを感じ、以後は友右衛門を我が子同然に可愛がった。そして、息子が果たせなかった寂右衛門襲名は、ぜひ親友だった、あなたにしてもらいたいと、再三にわたって懇願したのである。大谷友右衛門の明石屋と中村寂右衛門の桂屋は、姻戚関係は、愚か師弟関係の接点すらない、系統の全く異なる家系で、この継承は、個人の無念の思いをその親友に託すという、異色の養子縁組となった。ありがとうございます。